はい、どうも。今日はこちら日経 PC21 っていうコンビニに売ってる雑誌ですね。これについてたおまけでこちらですね。これスマホ用レンズ、なんかね、魚眼とマクロとこれ合わせると広角にもなるっていうものらしいですね。まあ、こういう後ろにも説明がありますけども、なのでこれをちょっとこのおまけが欲しくて雑誌を買ってみました。ちょっと開けてみましょう。こういう感じですね。ちゃんとレンズカバーもついてますね。でこれによると、こっちがこれですね。これがマクロレンズになるのかな？あ、違うな。こっちが魚眼レンズですね。魚眼レンズで、こっちの射撃所からついてるやつ、これがマクロレンズですかね。はい、形的にね。違いましたね。魚眼レンズは魚眼レンズで、この広角レンズがバレるんですね。こう、取れない。ここがネジになってて、こう分割するとこっちがマクロレンズになるんですね。はい、スマホ持ってきました。フリーテルのミヤビですね。これにこのクリップでここのところにこう挟むという感じですね。でカメラを起動すると、おうおうおお、これがどうなるんだ、こういうことですかね。今これ魚眼レンズなんで、ちょっとちっちゃいかな。はい、こんな感じです。見えるかな。ちょっと色がおかしいですけど、魚眼になってますね。はい、でこれをレンズを交換すると、よいしょ、これ今広角です。これをつけると、よいしょ、調整がちょっと難しいですが、これ広角ですね。広角なんですが、私のスマホだとちょっとレンズの方が大きいんで、どうしてもこういう黒い縁が出ちゃいますね。はい、でここをよいしょ、ここを取ると、はい、これでマクロレンズですね。これつけてみましょう。お、マクロレンズだと縁が出ないですね。他のやつのレンズのだけが、レンズがここの黒いところの縁が出ちゃいますね。マクロだと、おお、結構いいですよ。これちょっと画面で見づらいと思いますけど、はい。というわけで、後でねちょっと撮った写真とかも上げてみたいと思いますので、ちょっと写真を撮ってきます。はい、というわけで写真撮ってきました。これが通常のスマホのカメラですね。これに広角レンズをつけてみました。どうしても周りに縁が出てあるんですけども、まあまあ比べてもらうと広くは若干撮れてるかなという感じですね。はい、でインカメラの方につけてみたんですけど、こっちだと丸縁が出ないんですけど、ただインカメラなのでどうしても画質が落ちるんですよね。なのでどうかなと。あと、これが魚眼レンズですね、通常です。でこっちが魚眼レンズつけたバージョンですね。これも縁が出ちゃうんですけど、まあ魚眼にはなってるんで面白いかなという感じです。
これがマクロですね。1センチの接写で撮ってます。で、これがマクロレンズつけたバージョンです。これが縁が出なくてね、綺麗に撮れるんで、これは一番面白くていいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで日経 PC21 2016年8月号のおまけのスマホレンズのレビューでした。じゃあまたねー。